何のおやつ？ホワイトデーにしては早いか。どういう？何百日記念とかでもないですもん。ないですしね。ゆきたさん、ハートありがとうございます。ちょっと髪を結んじゃってめっちゃ跡がついたんですけど、ホワイトデーしようかな。わかんない、よくわかりません。これでも何百日とかでもないもんね。ホワイトデーか、早いな。あれでも時こんなやってたっけ、こんな背景。なんかやっとおらんかったくね。やっとったっけ、こんな背景だったっけ。雨ください。うん、雨嫌です。何の雨、どういうホワイトデー的な。野球のパリーグとラブライブコラボ、そうなんだ。挨拶から始めにしたんだね。そうなんです。邪魔つ似合いそう、本当に。まあ、お手入れめんどくさいから、なんかあんま染めよう、染めたいなって思わない。やっほー。そう、あの中からいい曲ですからね。って言っても、あの夢見るでね、超実現しようとしてるんで、言うて宇多田か川原のがならなくても、どっちもドラマにしたいと思ってるし。でもさ、中間発表で9位ぐらいにいたよね。びっくりしちゃった。中間発表でいてびっくりしちゃった、ランキングに。だからエイトのファンの方々入れてくれないかなと思ってた。ミサテツさん、うい、タワー？ちょ、ちゃんとした名前にして。恐竜ライトみたいなキャンディ来た。劇場にさ、恐竜ライト持ってきてくださる方が結構いて、アイネちゃんとかユナの時とかにいた人で、そう、結構いらっしゃって、で、3期鉄頑張ってねみたいなスケッチブック
書いてくださったり嬉しい。確かにね、しかもね、漂流ライトハートだからめっちゃ目立つんだよねそう、だからマジでおすすめ。普通のコンサートに持っていくのおすすめです。超ハツ青臭い力、いや私ハツ青臭い力ハツカかなって思ってたんですよ。冒頭のさ1行目がもう宇多田ハツカすぎるじゃん。ルスカルさん、キャンディーありがとうございます。私らしくと言ったらエイトの曲でしょう。いっちゃんさん、キャンディーありがとうございます。いや竹本さんで書くよ。これは何？ホワイトでベアタワーみたいな勝手につけたけど。村瀬さんいつもありがとうスタンプ、 MT さんクッキー、姉さんクッキー、宮古先生さんクッキーありがとうございます。はい、タワーありがとうございます。吉川晴天でも漂流ライト持ってる人いました。そうなのよ、そうなのよ、漂流ライトねめっちゃ目立ってた。あの初めて劇場とかあのコンサート会場とか劇場で持ってる人を初めて見たんですけど、あのねオープニングからもう分かった。漂流ライトのハート型に光るから青がいいねと思ったそう、和賀さんが来てらっしゃった。そうそうそう、やる、超かわいい。ホワイトデー、ホワイトデーってさ、ホワイトデーもさ、チョコレート会社が制定した、制定というか、したのかな。そうしようみたいな。ホワイトデーの意味はどこからですか。なるほどね。ホワイトデーは3世紀ローマで恋愛結婚の禁止令を守れなかった若い2人男女がバレンタイン神父に救われ、神父？合ってる？神父がそのために亡くなった日が2月14日で、その1ヶ月後のこの日3月14日、ホワイトデーに男女は愛の永遠の愛を誓い合ったっていうことに由来してるらしい。
へえ。あと日本の飴の製造期限が3月14日に出会ったからっていう説もあるっぽい。へえ。なるほどね。飴会社も多いじゃんって推してるわけね。ホワイトデーのお返しってね、意味があるの知ってました？いろいろ。意味があるのよ、実は。富山県警さん、ハートありがとうございます。韓国の送料は半端ないので気になっていたのです。なるほどね。福袋到着しました。ああよかった。推しペンライトは黄色とオレンジです。そうやで、なおちゃんのライトを受け継ぎました。ホワイトデーは全国飴菓子工業協会協同組合がバレンタインのアンサーデーとして設定したらしい。まあね、それもあるんだけど、その多分飴のさっき言ったやつじゃない？なんかさ、日本の飴製造の期限が3月14日なんだって。だからすごいなんか飴製造会社が、おいいじゃんいいじゃんってめっちゃ推したんだろうね。まあでもすごいいい記念日もありがとうって感じだよね。だってさ、バレンタインでさ、こう私の友達も昔いましたけど、バレンタインをきっかけにこう恋が動くことだってあるじゃないですか、世の中にはたくさん。でホワイトデーをきっかけに恋が動くこともあるじゃないですか。素晴らしい。そう、ホワイトデーって意味があるのよ、ちゃんと。私飴好きです、割とめっちゃ飴好き。ホワイトデーはね、意味があるのは3つ、大体3つなんですけど、マシュマロは私はあなたが嫌いですって意味になるから気をつけて、男性諸君。そしてホワイトデーお返しする諸君。でクッキーは相手にとってこう友達のままでいましょうっていう意味になるのよ。でその飴キャンディーは私はあなたが好きですっていう意味をね、がついてるんですよ、実は。だからぜひ知っておいてください。だからそれによって好意を伝えることもできるわけですね、今の世の中。すごっ。チョコレートは分かんない、ちょっと調べよう。お返しチョコレート、チョコ意味。チョコレートは今までと同じ関係でいましょうっていう意味が入っております。で感謝とか信頼の気持ちから送る義理チョコとか友チョコにこうチョコレートで返す場合はあなたと同じ気持ちだよっていう意味。マシュマロ贈るものだと思ってた。うそなの？私飴とかクッキーのイメージなんだけど。マカロンはいけますか？わかんない。今ね、意味一覧調べ、あ、え、めっちゃあるめっちゃある。まあでもやっぱマシュマロは
あかんね、実は君のこと嫌いなんだよねっていう意味が込められてるのがマシュマロ、うん、でクッキーは水分が少なめで感触がサクサクとしてるじゃないですか。だから恋人の関係のようにしっとりしていないので、クッキーイコール友達という連想になるのが由来だそうです。だからこれからも友達のままでいようねっていう意味で、チョコレート、これは物自体には特別な意味を込められてないらしいんですけど、ホワイトデーのお返しには NG ってなんだって。そう、チョコを返すのはありだったのかわかんない、なんか NG っぽいよ。チョコをこうチョコで返すと、あなたの気持ちは受け取れませんっていう行為になっちゃうんだって。まあね、意味の受け取り方は相手次第っていう考えもできるから、無難なトラブルは避けたいのであればやめておいた方が良いのではないでしょうかって。でハンカチ、ハンカチはもうあなたとは別れたいんだよねという意味になってしまいます。へえ、知らなかった。口チョコ配ってたよ。でもね、友チョコならいいんじゃないって言ってたよ。友チョコならあなたと同じ気持ちだよっていうのをお返しできるので、友チョコとか義理チョコとかなら全然大丈夫だと思う。もうどうしてもこの、どうしても本命だよっていう子がいたらやめといた方がいいですね。香水は、香水そんな意味ないのか。マカロン、花。あ、なるほどね。花はね、香水もそれぞれあの香水によって意味があるの知ってます？実は私香水マニアなんです。あれなんですけど、香水によって例えば顔なんていうんだろう、その香水のね、こここういうタイトルで作りましたみたいなやつがあるのよ。たまにあるの。たまにね。そう、そうなのよ。でも距離を縮めたいっていう意味とかもあるから、まあ相手の好きな香りが分かんないと無理だよね。香水はさすがに。でマカロン、あ、マカロン言ってたよね、さっき。マカロンは君は僕にとって特別な存在なんだよっていう意味になるらしい。え、めっちゃ素敵な意味じゃん。いいよ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 って。カズトス先生さん、だるま毎日頑張る海と空のウソップペガサスイークルパンシシャークパンサーさん、ハートありがとうございます。半魚人なんでウルトラマリー一択です。ウルトラマリー、ちょっとマカロン買い占めてくるね。マカロンはね全然いい。あのなんて言うんだろう、あのね、まあ、マカロン苦手な子とかもいるから、たまに中にはね、だからあれだけど、その元も近年は一般的になってきたけど、もともとはスイーツのお店で購入するちょっと高級なお菓子じゃないですか、マカロンって。でそのイメージが特別な存在って意味につながってるらしい。へえ、だからすごい本命なら返していいけど、誤解されるといけない手に送らないように気をつけてくださいねって書いてある。書いてある。
や最近マカロンね、可愛いのも美味しいのもいっぱいありますからね、本当に。あとお花、お花はバレンタインにお返しすること自体は他の贈り物のように深い意味が込められていることはないんですって。でもね、お花自体に花言葉があるので、それはちょっと気をつけてください。だからおすすめは愛系の意味を持つ赤とかピンクのバラとかチューリップとかが素敵かな。すごい面白い。コンペイトー、コンペイトーもね、あなたのことが好きなんですっていう意味らしいよ。すごい素敵。カステラ？カステラはないそうです。ただアレルギーに注意って書いてある。ケーキね。ケーキ今出てきた。ケーキも特別な意味がない、メッセージ性がないから、 お返しとしては無難なもの一つですね。ラスクも意味がないから無難です。グミはグミめっちゃ注意。グミ、君のこと嫌いなの分かってって意味が込められてるっぽい。すえぐい。なるほどね。グミってキャラクターの形とかしたものが多いから、それを噛んで粉々にしたいくらい憎く思っているということになるのでしょうね。なるほどね、理解理解。なるほどね。ホワイトチョコ、ホワイトチョコ、グミやばいから気をつけて。本当にコエラちゃんさん、コアラちゃん、コエラちゃんさん、初見ありがとうございます。ホワイトチョコは、ホワイトチョコいけないんだ。いけない。なんかホワイトチョコはね、僕も君のこと好きだけど清い関係でいようねっていう、ちょっとやんわり否定的な感じになってしまうのがホワイトチョコ。でもそんなね、知ってる人いないよ、そんな。そんな知ってる人いないよ。ホワイトチョコはこういう意味だな、つって。そんな考えてる人いないよ。もらえるだけでね、すごい。ね、嬉しいしね。プレゼントというのも。指輪は将来にわたってずっと親密でいようねっていう意味を込められてます。素敵ですね、すごく。エンゲージリングが由来だから、お返しの品だからとカジュアルな指輪を送っても、彼女の立場としてはこれは結婚のことをちゃんと考えてくれているからだろうと考えてしまいますよねって。確かに。アップルパイ、あー、アップルパイ面白い。アップルパイは3月14日だから、アップルパイを食べ、あ、パイを食べようぜっていうダジャレにできるのがアップルパイ。なぜかというと、円周率のさ、こういうなんかパイみたいなあるじゃん、こういうやつ、なんかあの元気の弦の下だけみたいな。そう、パイって 3.14 じゃないですか、円周率、円周率が 3.14 だから、それにちなんで
パイを食べようぜっていうダジャレになるらしい。面白いね。へえ。フィナンシェは意味ないんだけど、フィナンシェはね、お金持ちっていうこと、お金持ちを意味するフランス語なので、フィナンシェって。だから縁起のいいプレゼントとしては喜んでもらえるお菓子ですね。って書いてあるね。すごいな、面白いですね、こういうの見ると。確かに、調べればもっとあるかも。これはね、マカロン。七瀬からもらった。そう、まちょっとグミ避ければいいんじゃない？なんとなく。大事です。ちょっと甘いもの食べたくなってきたな。ミルクは食べる。そうなの。やる。超かわいい。遊びたい。グミ好き？でもグミは好き。うん。ホワイトデーじゃないからね。これマカロンというか、ベイクドマローってわかる？クッキーとクッキーの間にふわふわのマシュマロが入ってるやつ。これは美味しいんですよ。だからもうみんなね、え？マジ？つって。これね、もなんか 2種類もらったんですけど、めっちゃ美味しかった。普通にこれマカロンじゃない、なんかクッキー版マカロンみたいな。そう、ちょっと食べな、食べる、七瀬のやつ食べる。今食べよう食べようとか言って。これチェリーなんでね、昨日普通のやつ食べたんだよ。あこれバグってるよね、ショールーム。今でも結構ね、甘いから、右手の薬指かわいい、見える。あ、ちょっとやべ、チョコがこんな感じ。
ちょっとダークなチョコかな。おいしそう。写真撮ろうっと。写真撮ろうっと。香りがビターな香りがする。うん、難しい。よし。これ見えますか？これが美味しいのよ。いただきます、ななちゃん。でもこれね、まずこれ高いやつだ。高いやつ。チョコレートが。味でね。いや、わかるでしょ。まずか、チョコレートの口どけが全然違う。うん。クッキーはバターが割と入ってる、ちょっとサクサクだけどホロホロなタイプ、一番美味しいやつですね。すごい。そら美味しい。これでもね、両手でいかないとダメなんだよね。これボロ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 なっちゃう。あ、無理だ。うん。おチェリー、え？あれか。これどうやって食べるのが正解なの？マジで。昨日もずっと一人で苦戦してた。外すか。なるほど。チェリーが入ってるわけね。な、だからあんまり噛めなかったんだ。香りがすごい。フリーズドライが。
かぶりつかないと食べれないやつだ。待ってチェリーが割と大きいんだよね。チェリーチェリークリスタルチェリーって書いてある。あうん、甘16茶、16茶しか勝たん。あのあれがする、あのドクターペッ、あの風味で言うとドクターペッパーだよ。ドクターペッパー知らない？うん、やばいわこんな時間に。こう鼻からスーって抜ける香り、おチェリーの香りだね。だからドクターペッパーってちゃんとチェリーの風味というか入ってるのね。うん、そうドクターペッパーはさくらんぼなのよ確か。そうチェリー系だった。アメリカンチェリーかな、ドクターペッパーは。お店の名前？わかんない。ドクターペッパーわかるの嬉しい。パパがね、あのそうコストコによく行くんですけど、うちの家族はコストコに行った時にちっちゃい頃に買ってた。最近はあんま飲んでないけど、でもたまにさスーパーで見かけない？私たまにスーパーとかで見かけるんだけど、でハッてなる。どこだろうね。まあ、商品名で出てこない。ベイクドマロウクリスタルチェリー。ベイクドマロウってお店じゃないワンちゃん。うん。って書いてあった。ドクターペッパーはどこで売ってますか？え、わかんないな。コストコは売ってた気がする。最近買ってないけど、確か。最近は、ビッグオレンジジュースとかビッグマンゴージュース買ってますね、うちは。
でも割とね、スーパーにたまにポンって置いてあったりするよねって思わない？ドクターペッパー知ってる人。すごい美味しかったです。まだクッキーの破片があるんだけど。オレンジジュースとアップルジュースのどっち？マジでそれマジで本当に気分でね変わるんですよ私。うん、基本オレンジジュースかな。基本オレンジ。100パーだったらオレンジ。いや100パーでアップルも全然飲むんですけど。中学校の部活帰りに肝試し的な感じで買ってみました。どういうこと？どういうこと？ガストのドリンクバーにある。あ、そうなんだ。ガストあんま行ったことないな。ぶどうジュースは美味しいよね。なんかさ、ワイナリーとかがさ作ってるぶどうジュースとかめっちゃ美味しくない？ワイナリーが作りましたとかさ、普通になんか 100% のガチのブドウジュースって本当に美味しいよね。リンゴかな？リンゴ派？まあどっちも飲むんですけどね私は。なんか本当にその日の気分、ちょっと今日オレンジジュースっぽい気分だなと思ったらオレンジジュース飲むし、リンゴの気分だわと思ったらリンゴ飲む。ぶどうジュースって大人のイメージ。ぶどうジュースね、でもあのね、こうワイナリー系が作ったガチのぶどうジュースの、白ぶどうじゃない普通のぶどうジュースの方でちょっと渋みあるよね。そう、渋みあるから私ワイン飲めないんじゃないかっていう思惑っていう思いましたね。けど白ぶどうの方はすごい美味しかったので、ウェルチ美味しいよね。わかるわかる、ウェルチ本当に美味しい。ウェルチのさ、白ぶどうなかったっけ確か。もうめっちゃ好きで、あのなんかお中元とかでもらうのあるじゃないですか。お中元とかでウェルチの缶ジュースもらうじゃん割と。みんなはどうかわかんないけど、ばあちゃん家とかに行ったらウェルチの缶ジュースがお中元とかで届いてたりするわけですね。で1個ずつ選んでキーみたいな。ウェルチ美味しいよね、わかる。あと劇場の掃除風機見せてくれてありがとう。あれは年末の大掃除かな。そう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 、年末の大掃除です。近くの、ああ牛乳とコラボしてましたね。普通に買えるウェルチに白ぶどうはないよね。やっぱ缶だけなんかさ、存在しないのかなって思ってた。缶だけあるのかな、わかんない。最初の飲むお酒決めてます？決めてない、決めてないです。全然でも心が落ち着いてからじゃないと飲めない。私は多分本当に1週間休みですみたいな時の2日目ぐらいにもうようやく、あ1週間何もないわって心が落ち着く。そういう日に割と映画見たりとかするんですよ。映画見たりっていうことをするので、そうなんですよ。ファン
タグレープ、そう、私炭酸飲めないんで、飲めるけど飲めるんだけどね、飲めるんやけど、あの鼻に抜ける感じがちょっと気に入らないってちょっとあのうってなっちゃうんだよ。そうなんで、なのでなんかあんまり飲まないけど、たまにさコーラ飲みたくなったりとか、たまに炭酸飲みたくなったりとかは全然ある。あ、さてコーラも含めて食事の時はダメって言われて育った。いや私ね、炭酸はね骨が溶けるよって言われて育ったそう、まあそれもあるんだけど、全然あの全然舌が子供かもしれない、舌この辺が子供かもしれない。もうあのすごいわさびとか苦手なんですよ。わさびとか炭酸とか鼻から抜ける系は本当に。ただ炭酸って言っても炭酸飲料の砂糖が入ってるやつね、砂糖が入ってないガチ炭酸、ガチ炭酸はねたまに飲みます。ちょっと美味しゅうござりませんけど美味しゅうございませんけど、歯も溶けるって言われてたわ。でもあれはね、砂糖が入りすぎたり添加物が入りすぎてたりするとこう骨粗しょう症とかを引き起こす原因とかになったりするので、まあ飲みすぎは超いいって感じですね。ゼロコーラは溶けないのか。ゼロコーラに限らずね、カロリーゼロ系はご注意ですよよってカロリーゼロ系はその分あの必要なあれがね、添加物がわー入ってますんで、はい、わー入ってますんでね、くっ。そうでもいつもおうちにひょっこり遊びに来る近所のあのパパの飲み仲間、もういつもの大家族の人ですね、大家族じゃないあの仲良し家族の人ですね。そういう人とかもあの炭酸割り系が好きらしくて、あの炭酸を作るやつ買ってました。もうあの砂糖なしのさ、もうマジで炭酸だけのやつ、あれ買ってた。ブイーンなんかプシュッってやるやつゆいちゃんコーラばかり飲んでるけど大丈夫かな。だからゆいちゃん大変じゃない、ゆいちゃん心配ですよ、すごく。私はゆいちゃんコーラとお菓子しか食べない。お菓子もあんまりめっちゃ食べるわけじゃないけど ホワイトデーあれか、ホワイトデーのやつがもう始まってんの。あ、だからこれね、背景これか。なるほど、コーラうまいので仕方ないです。コーラね、アドバイスしてあげてくださいませ。好きやばっかり言ってるみたい、ゆいちゃん。おー、進歩してるじゃないですかあのゆいちゃん進歩してるじゃないですか。ゆいやさん、クッキーありがとうございます。ガラナって聞いたことあるけど見たことないかな。好きや、ゆいちゃんでしょ、好きや言ってるんでしょ、進歩でしょ。だってすごいコーラとお菓子となんかチョコをつまみ食いしてるゆいちゃんとかお弁当食べあれば食べますけど、すごい進歩してると思います。ちゃんとそう、二酸化炭素を注入するやつ
あれすごいすごいよね。変色なのね。そうそうそう。スキヤうまいから仕方ない。いや本当スキヤ本当に美味しい。スキヤ明太高菜牛丼です。私はずっと絶対くしゃみでそう。一人で店舗で食べたことあるの？私めっちゃ行きますよ一人で。いろんなとこいろんなとこ映画も行ったし、そばかす竜とそばかすの姫とか見に映画行ったし、ご飯屋さんも一人で行けちゃう。全然チーズ牛丼うまいの。なんでチーズ牛丼好きな人多いですよね。明太高菜渋い。私福岡育ちですから、福岡佐賀育ちじゃそうなりますよ。いや高菜が大好きなんですよ私。ずっと九州で育ってきたんで、ラーメン屋さんに行けば高菜が置いてあるわけですよ。そうで、高菜が大好きになって、だからおにぎりもいつも高菜選んじゃう。チーズ牛丼もめっちゃ人気ですよね。明太高菜牛丼、明太マヨ高菜、高菜明太マヨ牛丼はめっちゃ美味しいので、ぜひ。なんか高菜明太マヨじゃなくて高菜と明太マヨなんですよ。チーズた明太高菜って飲むできるかな。明太マヨっていう、もうあのマヨネーズに明太子がこう一緒になってるマヨネーズみたいなと高菜なので、そこ別に分けることはできないんだけど、高菜のみとか明太マヨ抜きでとか高菜抜きでとかできるし、多分チーズもトッピングで加えれれば全然いけるんじゃない。全然いけると思います。高菜は朝ごはん出すと九州出身の夫がいること、え、そうだよね。本当にね、高菜って美味しいのよ。豚骨ラーメンだけじゃない？豚骨ラーメンといえば豚骨ラーメンでしょ、うん、たらこはあんまり食べないかな。そう、いろんなとこ行きました。気になったとこ、ご飯屋さんの気になったとこにひょいって入ってみたり、お仕事終わりでそっからこうそっからまたご飯食べるのちょっとめんどくさいなと思った時は、ちょっと近くの食堂屋さんみたいなところを調べてちょっと見に行って、いい感じだなっていう感じだったら入ったり、何？そう、大戸屋みんなよく知ってるね私のこと。そう、でも大体近くの大戸屋調べますわ一旦そう、大戸屋とか、うんうん、日高屋って知ってる？日高屋っていうなんかちょっと中華系がのご飯が美味しいところもめっちゃ安いのよ。中華そばがえぐい、390円ぐらいで食べれるやつ。居酒屋いいよね。居酒屋とか大戸屋とか、でもねサイゼリヤも最近ねたまに行く。
弥生県挑戦したこと、挑戦したくないっていうか、あんまりさ、あ、弥生県だ、あ、弥生県だって、え、そんなにあるっけ、なんかめっちゃあるイメージっていうのはあんまないんだよね。熱烈超過食堂居酒屋、地元駅前にあります。え、割とさ、駅前でさ、駅前とか駅の近くに日高屋って割とない。そうだからありがたいよね。なんかお仕事終わってちょっと帰ろうかなって思った時に日高屋さんあったり。味付きのお米炊いて作ってる。あ、そうなの？めっちゃ美味しいよね。めっちゃ美味しい。私いつもあの、でも1個食べるのもいいけど、そう、でも日高屋さんもね、めっちゃ行ったこと、3回ぐらいしか行ったことない。サイゼリアも2回ぐらいしか行ったことなくて、もうほぼ大戸屋なんですけど、日高屋最近行ってないな。でも日高屋さんさ、半チャーハンとかないっけ、確か。それ日高屋さんじゃない？ラーメン、中華そばと半チャーハンとか、私チャーハン好きなのでチャーハン好きなので半チャーハン、あの、なんかと、なんかにつけて半チャーハン頼んだ。確かあるよね。あるわ。そう、チャーハン美味しいよね。王将は、あ、あんまり行ったことないね。お弁当でたまに出るからそれで満足してるのかな、うん、王将の、王将のさ、チャーハンめっちゃ美味しいよねチャーハンマニアみたいになってるけど、チャーハン、いや、オーシャンチャーハン美味しいよね、本当に。誠に美味しい。津田屋。津田屋さん？津田屋さん。って聞いたことないな。いや、お弁当のとこか。お弁当のとこ？ミサに影響してさっき王将チャーハンと餃子食べたよ。え、美味しいよね。ツタヤ、ツタヤね。お弁当のとこか。お弁当でたまに出るとこね。ツタヤさん。ホットモットのお弁当安くて美味しい。いや、マジで本当にわかる。私はいつも、チキン南蛮定食。定食じゃない。チキン南蛮、チキン南蛮とご飯。本当に美味しいのよ、チキン南蛮。たまに仕事で通って買って帰るんだけど、早く行かないと入り切れてるし、そもそも並んでる。何？ツタヤさん？ホットモット？ツタヤさんか。美味しいよね。ご飯普段大盛りするの、あの、無料なら大盛りにするけど、大盛りすぎても食べれない時あるじゃないですか。やから、
大盛りにしますけれど、大盛りにはしちょっと中、大盛り具合によりますね。全部食べられないから、食べられない時もあるから、割となんかお店によるじゃないですか、大盛りの量って。あと結構調子乗ってさ、大盛りにしちゃうとさ、うわちょっとお腹いっぱいだわってなるじゃないですか、たまに。だからあまり調子乗って大盛りにしないようにしてる。ただやったら考えますけど、ただやったらね、ちょっと ってなるけど、一人焼肉は行ったことない。なんか一人焼肉行くぐらいなら自分で焼いた方がいいかなみたいな。あとお家でバーベキューするからね、焼肉欲してない、あんまり。BBQ スマホケースがなぜ分かったのか本当に謎。え、マジで本当に。でもこうなるちゃんがこう、まあ、目の前にいたわけですよ。でめっちゃ考えてたら、ポンってスマホケースっていうのはポンと本当にポンってきて、え、スマホケースって言ったら当たってた。え、本当にこう自分でも怖がってるうちらえってなってましたもん。本当に映像で欲しいね、あれ。映像見れたら面白いよね。特盛りが無料だったら普通の大盛りにしようかな。確かにあれ大盛り少なくないもんね、たまにあるよね。ジョンマイライブ、四国にいる友達誘った。おお、四国の友達いるの、すごい。予定合わせて見に行く、ぜひぜひ来てください。お家で焼かれます。そうね、割と そうだからあんまり焼肉行きたいなみたいなのはなかったんだけど、普通にあのずーっとね、ずーっと宇多田と吉田とずっと焼肉行こうって言ってるのよ、永遠に。本当に半年ぐらいずっと、夏ぐらいから言ってて、実は焼肉行きたいねって。そう、でもご時世もありますし、そういうなんていうの、みんなの予定が噛み合わなすぎて、そう、ヒカとかキョウカも一緒に行こうとか言って同級生組で行こうとしてるんですけど、全然諦めてない、まだ全然行こうとしてるんだけど、そう、でも全然みんな予定合わなくて、みんな舞台の練習始まっちゃったし。和牛食べ放題のとこあるの？そんなのあるの？まあガチね、焼肉いいよね。その店で食べしか食べられない部位とか好きになると、その焼肉店依存になる。へえ。ありがとう。炭火で焼く焼肉が好き。だから多分焼肉屋さんじゃなくてお家がいいなって思っちゃうんだろうね。私、うちパパがさ、もう焼肉ガチ勢だからさ、マジで。ガチで炭でガンガン焼くんだよね。美味しいよ。美味しいよ。焼肉いいじゃん。誘いなよ、誘いなよとかって
誘いなよ。あのコンビニ店員さんと誘いなよ。こりゃなんじゃ。これはな、スタンドフラワースタンドフラワー、ありがとうございます。Thank you. ありがとう。メガネ、タンスタ、テール、トーカ、希少部位はなかなか買っていただきに、確かに希少部位ね、どうで買ってきたの。適当になんか焼かれたおに焼かれて前の前に置かれたお肉を食べるからさ。佐賀牛を食べてください。みんなマジで本当に佐賀牛の美味しさは計り知れんよ。ぜひ、お高いですよね。佐賀錦って知ってるって聞かれたんだけど、知ってる佐賀なの。あ、佐賀錦美味しいよ、めっちゃ。私は抹茶の佐賀錦がめっちゃおすすめ。抹茶好きな人はおすすめです。まあ、カレンちゃん大絶賛の抹茶のに佐賀錦。そう、なんて言うんだろうね、なんかね、すごい不思議なお菓子。カステラでもないしなんだけど、ちょっと固めのなんかホワイトチョコみたいな層があったりとか、めっちゃ美味しいね。なんか癖になるよね、あれ。佐賀牛ね、そのブロックで買ったら高いけど、こう焼肉用みたいな感じで、イエーイみたいな感じで買ったら意外と手が届くんだね。岩さんな、何だっけな、ひなこのね、ひなこ卒業お祝いでね、ご飯行ったのよ、確か。いつかめっちゃ、いつだったっけって感じだけど、ガチでいつだったっけ。そう、行ったんですとかって、行ったんですよ。その時にね、めっちゃ
いい感じのやつ食べてんか。あ、これだ。上カルビが美味しかった。とってもとっても、ホルモンつらみってやつ知ってます？みんな普通のなんか全然知らない。焼肉さ、もう私カルビ一択だったからさ。焼肉カルビ一択はだからさ、あんまりホルモンとかさ食べたことなかったんだけどさ、ホルモンのさつらみってやつ美味しいよね。美味しいって思っちゃった。美味しいって思ったいや牛タンも好き私。牛タン、牛タンのお弁当がね、たまに牛タンのお弁当が出るんですけど、それで超好きになった。うん、上カルビ、上ロース、サーロイン、美味しい。あ、サーロインに衝撃を受けた。これ一口分ぐらいのサーロインがね置いてあったんですよ。そう、ちょっとあの A コースで食べました。 A コースで食べまして、こう楽しそうなひなこちゃんと、もちろん大盛りですね。楽しそうかわいい楽しそうですね。すごい、めっちゃ美味しくて、めっちゃ美味しかった。もう二人で「おえまあまあまあ」って言いながら食べた。利休さんってどこ？リキューさん、マジでマジで変なことしかしてないわ。あ、そう、お誕生日とあの高校卒業を兼ねて行ったんです。確か高校卒業だね、おめでとうとか言って、高校卒業とお誕生日とお二つ兼ねて行ったんですよ。そう、もう疲れって言って、そうタンプレもね、去年もあげて、あげ去年あげあげたけど確かあげれてなくて、だから2年分だと思ってって言って、あま後で食べよう。そうそう、タンプレタンプレ、お祝いと2年分の高校卒業と2年分のタンプレを兼ねてそら焼肉行きますわ。焼肉というかお肉食べに。いや、サラダがねめっちゃ衝撃的に美味しかったんです。チョレギサラダ系かな、わかんないけど、めっちゃサラダが美味しくて、二人で、え、サラダ美味しくねって思って、手繋いでることあって可愛かった。手繋いでるとこあったっけ、ひなこ、え、あー、アフターレインかな、多分そうだよ。リキューは夢、そうなんだ。温暖化でね、温暖化旅行行けてないので、雪丸も卒業しちゃったし、のんのんも卒業しちゃうので、なんか一回落ち着く時が、いろいろ落ち着く時があったらどっか行きたいな、5人で。そう、マジ5人揃って行ったことないんです実は。そう、誰かしらいないの、どっかにみんなで遊びに行こうとか。だいたいティンがいないね。だいたいティンがどっか家族と旅行行ってたりとかするけど。北海道はない。利休はあれだね。ああ、その感じのやつなら知ってるかも。ティン。
じゃあランキング見ます。この通り眠いのでこの通りって言ってさ、あれだね。いや今日はでもめっちゃ脳を動かしたので、しっかり寝ます。さあ、13位ツーリンダルマさん、12位シュンゴさん、11位ケンちゃんさん、10位マサトシさん、9位オムライスさん、8位ベリちゃん会長さん、ミスターノア、7位ティスラさん、6位ジョックスノーさん、5位横ユーさん、4位アネさん、3位エンチョさん、2位ツムジカデさん、1位ミサテイツさん、ありがとうございました。ということで、4434人の皆さん、本当にありがとうございました。バイバーイ。アンニョー。